マルメゾンマルメゾンの庭園に腰掛けるジョゼフィーヌ。ピエール・ポール・プリュードンがマルメゾン城は、フランスのパリ西部近郊リュエイユ・マルメゾンにある城。ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの館であり、チュイルリー宮殿と共に1800年から1802年まで、フランス政府機能が置かれた。マルメゾンという名称の語源はよく知られていない。マルメゾンとは、悪しき家という意味であり、ラテン語では、 マラドムスとなる。一般的には、中世において、山賊やノルマン人の侵入を、しばしば経験したことがその名の由来と考えられている。この屋敷は徐々に手を加えられ、18世紀の間には、簡素で際立つ特色のない、小さな城となっていた。1799年4月21日、ナポレオン・ボナパルトの妻ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネが、 ジャンシャノリエの助言に基づいて、銀行家、ジャック・ジャンルク・トゥル・ドゥ・モレからこの城を購入したことにより、マルメゾン城は、フランス市に登場することとなった。当時マルメゾンは、土地としては、荒れており、パリ中心部から、西1 3トルに位置する森と、牧草地からなる、約0.61平方キロメートルの辞書であった。 購入額は30万フランを遥かに超え、大規模な修繕の必要もあった。エジプト遠征から帰国したナポレオンは、妻が自らのエジプト遠征の戦果を当てにして、このような高い邸宅を買ったことに怒りをあらわにしたと言われる。ナポレオンは自らの建築家、シャルル・ペルシエ及びピエール・フランソワ・レオナ・アル・フォンテーヌに命じて、上官の改修を行い、 当政府の装飾を加えさせた。上官は、チュイルリー宮殿と共に、失政政府時代の政府要所となり、ナポレオン自身も1809年にジョゼフィーヌと離婚するまで、たびたび滞在していた。ナポレオンとの離婚後、ジョゼフィーヌは、年500万フランの年金などとともに、マルメゾンを、自らの所有とし、以降はこの城は、 ジョゼフィーヌの館として1814年にロシア皇帝を迎えるなどしている。ジョゼフィーヌは1814年5月29日、この地で没した。ナポレオンは1815年のワーテルローの戦いの敗北後、セントヘレナ島へ追放されるまでの期間にマルメゾンに一時期滞在している。ジョゼフィーヌの死後にマルメゾンを相続したのは、 彼女の長男ウジェーヌ・ド・ボアルネであった。ウジェーヌの妻・オーギュスタは、夫の死後1828年に白を銀行家、ヨナス・ハーゲルマニへと売却した。1842年、スペイン王妃マリア・クリスティーナがマルメゾンを購入し、自身の住宅とした。そしてナポレオン三世時代の1861年に、再び売りに出された。不戦争後、マルメゾンの内部は、 プロイセン軍の略奪を被り、キウ内は弊社として使用された。1877年に、フランス政府は不動産業者に庭園を売却、庭園の大部分はこの業者により分譲された。1896年、モロッコ系の富豪ダニエル・イフフラが城および6ヘクタールにまで、縮小していた庭園を購入して修復し、これらは後に、 彼のナポレオン関連コレクションと共に政府に譲渡された。現在、城の内部は国立博物館となっており、総裁政府時代から第一帝政時代までの内装を見ることができる。野戦の幕屋の形状をした議場及び図書室が見どころであり、見学の所要時間は半日ほどである。ジョゼフィーヌはこの土地をヨーロッパで最も美しく興味深い庭園。 良き宣伝のモデルとすることに勢力を注ぎ、世界各地の珍しい外来動物など様々な動植物を熱心に収集した。ジョゼフィーヌは、マルメゾンが近い将来全フランスの豊かさの源となることを願っていますと書いている。ジョゼフィーヌは1800年に300本のパイナップルを収容可能なオレンジ栽培温室を建設。 その5年後にはさらに1ダースの石炭ストーブを使用した温室の建設を命じている。1803年から1814年に没するまでの間に、ジョゼフィーヌはほぼ200種の新しい植物をフランスで初めて栽培した。マルメゾンのバラ園の評価は高く、ジョゼフィーヌがお抱えのベルギー人画家ピエール・ジョゼフル・ドゥーテに描かせた。 庭園のバラの博物画は非常な好評を博し、現在でも販売されている。彼女の故郷マルティニーク島や世界各地から集めたバラのコレクションは膨大なものであり、栽培されたバラは250種に上る。以下は、マルメゾンの庭園ジャルダンデラマルメゾンに付された諸言である。貴女がご自身の周りに収集されたのは、フランスの土壌で育つ者の,のうち最も稀な。 植物群です。我々はそれを、マルメゾンの美しい庭で、貴女の名高い福君の数々の異業に思いを馳せつつ、芽でることができるのです。庭園に放たれた、様々な鳥や、動物も、庭園を豊かなものにしていた。ジョゼフィーヌが、マルメゾンで過ごした、最盛期には、カンガルー、黒鳥、シマウマ、羊、ガゼル、ダチョウ、シャモア、アザラシ、霊 山といった動物がいた。ジョゼフィーヌの没後、726ヘクタールの庭園の管理は、ボアルネケと親しかった、植物学者、エティエンヌスランジュボダンに引き継がれ、彼によって現在見られる、マルメゾン城周囲の庭園、プチとマルメゾン庭園、およびボアイコールプレオ城庭園が整えられた。ありがとうございます。